EAA と BCAA について、商品のパッケージには EAA はトレーニング前という記載があったと。これはその逆に言ってんだよな。 BCAA をトレーニング前、トレーニング中は EAA ということなんだけれども、100人トレーナーがいたら100通りの意見があって、どれも間違ってはいないというか、どれも別に正しいと証明されてるわけじゃないんだけど、俺の経験から言って、まあ、BCAA はトレーニングの栄養でしょ、エネルギー源でしょ、なので運動前に取ると、回復させるのに使うのが EAA というような取れ方なので、トレーニング中に取って壊れたものをどんどん直していくと、トレーニングしているターゲット部位に血流がどんどんいくでしょ、そこに EAA を乗せて俺は運びたいと。もちろん BCAA トレーニング前と同じ運ばれていくんだけれども、そういうイメージ俺場合ね。ただどっちでもいいといえばどっちでもいい、なのでやってみて自分で効果のある方、俺はそんなに変わんないと思うけどね、ぶっちゃけてしまえば